ビクトル・ボリソフ・ムサトフは、ロシアのポスト印象派の画家である、サラトフに生まれた。父親は、鉄道会社の職員だった。子供時代に、脊椎の毛が多い、生涯、後遺症に苦しめられた。中学校で教師に、絵の才能を認められ、サラトフの美術学校、モスクワの美術学校で学んだ後、サンクトペテルブルクの帝国美術アカデミーに入学し、 パベル・チッチャコフに学んだ。サンクト・ペテルブルクの気候が体に合わないため1893年にモスクワに戻り、1895年からパリに修行に出た。パリではフェルナン・コルモンの画塾に入り、3年間フランスの有望な画家たちと学んだ。象徴主義の画家、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌや印象派の画家、ベルト・モリゾの作品から影響を受けた。 1895年には、クリミアやコーカサスを旅した。ロシアに戻った後、サラトフで活動し、しばらく絵が売れない時代があった。美術雑誌、芸術世界を中心とする芸術家たちと親しくなり、ロシア美術家連盟の会員になった。この頃はブライから、パステルや水彩を使った作品を描くようになった。1903年からポドルスクに住み、1905年から、 タルーサに住んだ。1904年にはドイツで1905年はパリの展覧会に出展した。1905年に心臓麻痺で死去した。35歳であった。ありがとうございます。